やっぱり震災以降こういうふうにいろんな復興の中でまして航空自衛隊のかなり被害あったようなんですけども、そういう中でやっぱりこう町民の方と一緒になって航空自衛隊が、こういうふうに開催できるっていうことは我々も町民として非常に嬉しいですね。はい。